お疲れちゃんです。ラットです。それじゃ、キヨチャンネルのキヨチャンです。テンプラ。違う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 。新しいっすね。新しい新しい。初めて。お願いします。お願いします。今日キヨさんに勝ちたいんですか、また。また勝ちたいんですか。いつも勝ってます。今回ですね。はい、ユニット使わずにキヨキヨさんに挑みたいと。出たー。え、だってユニット使わないですか。はい。なんで、まあ、呪文と呪文と建物とですね。あー、でもそれで言うと、うん、建物だと迫撃とかクロスありますが、そうです。あと小屋とかもあるんでね。確かに一見強そうに見えて、やっぱクロスとかってなんかこう、ただアイスゴーレムやったりとか、その、はい、アイススピリットとかスケルトンとかが強かったりするじゃないですか、はい。まあですね、高回転とかだと、まあ、そういうのがないんでね今回。いや、結構これ難しいですよ、ラットさん。やっぱ僕はもうめちゃめちゃ勝つ気しかないです。で、僕もそれを聞いてで聞くんだんですが、どうしたらいいか分かんなくなるんですよね、これ。いや、僕もえ楽勝だと思うんですけど、僕結構これ。え、ラットさんが楽勝。はい。なんで。で、僕さ、逆にさ、こう呪文とかも結構入れてくるんだろうなって思うんで、例えば枯渇デッキとかってさ、なんかこう、はい、呪文を枯渇させるデッキじゃないですか、言って。はい。呪文めっちゃ持ってそうだなとかも思うんで、最終的なロケット削りもあるじゃないですか。うわー、聞かない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 ふりしてるこの人。だから結構むずいなって思いますけど、一応最善のデッキを組みました。僕もできてます。じゃあちょっといきますか。僕出しますよ。お願いします。ポチン。よし。いや、これどうなんだろう、マジで。これどうなんだろう、本当に。よし、お願いします。よろしくお願いします。いや、楽しみっすね。え、どうなんの。僕ユニットないですから。ですよね。え、どうなんの、マジで。小屋とか小屋ラッシュで来るんじゃないかなと思いますけど。と思うじゃないですか。いや、そんな。まあ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 、そうなりますよね。はい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 。いや、だから小屋かって思ったんですよ。でもこれでワンチャンロケットとかある可能性すらありますからね。ウィザードか。ウィザード厄介っすね。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。これでワンチャンですから。これと、あ、これ意味ねえな。これ意味ない。うわ、やだ、これどうしようかな、これ。うわ、悩ましいな、これ。待って、ユニット欲しいっすね。ユニット欲しいっすね。これはこれで悩ましいな。よしよしよし。いや、いいよ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 。よしよし。クロス削ってくれたら美味しいっすね。いやいやいや、全然だまだ。これ勝てますよ。いや、僕も結構なんなら今いい調子だなって自分のこと思ってますけど。本気で勝ちますよ、僕。はいはいはい、まあ、ちょっとこれでちょっとお茶を濁して、あー、ポイズンポイズンポイ。はい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 。これもうジャイ溶けますからね。いや、しかしこれ止められなくないですかって話。いやー、これ厳しいですよね、これ。それよし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 。それはうまい。それは忘れてた。しかしちょっとここで、わー、でもそこのあれなんですよ。やべえし。でも僕の方が今いい流れですからね。え、僕の方がいい流れっすよ。いや、僕の方がいいですよ、それ。僕の方がリードしてますよ。よしよしよし。ウィザードは話が違うんすよね。いやー、もちろんすよ、もちろん。あー、でもなー、ちょっと、どうも。はい、ちょっと打っていこうかな。ダメ。あ、打っちゃいましたね。打っちゃいましたねと。打っちゃいましたね。そうすると怖い。オッケーオッケーオッケー。いや、これかなり僕いい流れですよ。本当っすか。はい。あ、マジか。よし。あ、はい。あー、惜しい。いや、でも。よしよしよし。まあまあまあ。よし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 。まあまあまあ。よしよしよし、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。これ届くのかな、ワンちゃん。ワンちゃん。やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。あ、痛い痛い痛い。そうか、呪文はね、呪文は豊富なんですよね。よしよし。それで言うと、ちょっとずつ。もうちょっとずつ削っていくのが正解なんじゃないかっていう。いや、でもババが、ババ邪魔、ババ邪魔。優秀、オッケー。ファイボー、ファイボー打ったで、はい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 。あ、いや、でもそれで、でもあとスペル削りですからね。そうですじゃないです。でもウィザードが残るんです、そうすると。でもポイズンもあるんですよね。そっか、豊富なんすよね。いや、でも、でもですよ、でもですよ。で、ここであれじゃないですか、多分。なんか来るでしょ。いや、吹き矢はやっかい。なんか来るでしょ。やめてくれ。いや、オッケー。一発入る。よしよし。待って、やめて。で、ここで僕もちょっとスペル削りをしていきつつ、ディガ、あ、おぉ、あ、なんかすごいすごいすごい。ここで、いかにこう、ロケットを受けないかっていう。いや。まあ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 。いや、これワンチャンありますよ。あとロケットと。あ、確かに一気に持ってかれる可能性あるな。だって迫撃、よし、これで通りますよ。だって、あー、やばい。ちょっと待って、集中。やばい。
やばい、待って、それそう、よしよしよし、やめて、いけ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 、よしいけいけ、うわマジか、うまい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 、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと守ってくれ、やばい、このロケットティ、ロケッティアが、え、待って、吹き矢が、吹き矢が、待って、吹き矢が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 、待って、吹き矢が、いけ、早く行け、早く行ってくれ、いや、マッチャマリアマリアマリア、いや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 、くそ、危ない、いや、くっそ悔しい、危ない、いや、ディガー強い、ディガーがやばいっすね、いや、分かった分かった、ちょっと待って、やばい、分かったっす、僕また攻略法分かりました、これディガーずるくないですか、わかりましたよ、またやり方が、いや、僕も考えますよ、お、ディガー、やっぱ小屋系がなんですよ、やっぱり、もうそりゃそうですよね、と、いやいやいや、そりゃそうです、次はもう変えますから、お、変えるんですか、次は変えますから、あー、それだと、あ、わかったわかったわかった、さらにわかった、やばい、わかっちゃったわかっちゃった、本当ですか、いや、これいい、いや、これ止められんでしょ、さすがに、いや、いや、僕ももう分かった、いやいや、めちゃくちゃいい動画が分かってしまった、いやいやいや、やばい、またまたマジで勝ちましたよ、もう、いや、いや、僕も勝ちましたよ、勝ちましたよ、マジで、お願いします、お願いします、僕も勝ちますよ、これ、ちょっと待ってくださいね、これかなりいい、これキヨキヨ頭いいなってコメント溢れますよ、これ、え、あ、そういうことだと、いや、それよりもラットの方が頭良かったわって言う、それおもろい、溢れます、それおもろいな、よし、これきついっすよ、これは、よし、いやー、待って、やつ、やすもん、これ、これやられたら、はい、キヨキヨなんなんってなりますもん、いやー、学習能力高尾さんですよ、高尾さん、高尾さん、いや、もう勝ちましたよ、でもこれ、きた、いきます、お願いします、いきます、勝ちます、よろしくお願いいたします、お願いします、いやー、これ本当にね、これ本当だって、ユニットなしですよね、いや、もうユニットないからこそのね、素晴らしいデッキができてしまった、ユニットないですよ、だって、はい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 、どうですかって話、はいはい、そうそうそう、あー、いい、トルネード行くんか、それ、よし、もう、もういい、勝ちみたいな、よし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 、早っ、よし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 、早っ、うん、早ってなんすか、回転が、まあ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 、回転早尾さんですよ、早尾さんですね、これロケッティーや岡村、あー、ポイズン岡村か、ポイズン岡ティーっすね、ポイズン岡ティー、うーん、岡ティー、よいしょ、うん、いや、いいよ、もうね、もう勝った、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 もう勝った、よし、かわいいじゃないですか、あ、でもここで僕らちょっともったいないな、あ、待って、え、君当たるよ君当たるよ、でも、わー、よし、危ねー、見て、危ないんだけど、ちょっとボーラーが厄介です、そこ薄役なんすか、あの、小屋が邪魔だったんでよし、まあ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 、まあでもそれ結構苦しそうですね、そしたら、いや、そんなこともないです、ね、かなり苦しいです、絶対、全然そんなことないですね、さて、キヨキヨ選手は、そうっすね、あ、待って、迫撃砲優秀かい、ディガー2連、ディガー2連、よし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 、気づかない、これはね、これは厳しいでしょと、全然気づかなかった、やばい待って、めちゃくちゃ削るじゃないですか、よし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 、やばい、よし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 、やばい、これ頭良くないですか、やばい、このね、ラッドさんね、ミラーに泣くラッドさん、焦る焦る、よしよしよし、けどね、まあ僕もこっからみたいなとこあるんだ、なるほど、ポイズン組んだよな、あの人、まあ、スペルなんでね、あの、それで言うとちょっと、あ、やべえ、あら、あらららららら、いや、これなんもできん、え、そっか、呪文か、呪文なんですよね、気づいたら、確かに、いやー、やっぱ僕の方が、いやー、でも、まあ、頭いいことはいいです、それは間違いなく確かにと、確かに、スケフリーそうですもんね、うん、そうです、頭いいですが、あとはもう守るだけですね、いや、守んのも削れないですよ、だってキョキョさん、これ、いや、あ、ここもあいで、よしよしよし、削れると思ってます、いや、もちろんすもちろんすもちろんす、削れないですよ、これやばいっすよ、これ、でででででででさあ、あーやばい、よし、いや、ワンチャンある、ワンチャンある、やばい、待って、ワンチャン、おい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 
いやー痛いこれ。こういうことですよね。なるほどね。うわーうわうわうわうまいうまいうまい。いやこういうことですわ。うまい。なんで完璧だ。はい、なんで絶対勝ったと思いましたの。いやこういうことっすね。ディガーにロケット撃つ人います。さっき2体来たんでね。確かに、あ、じゃあ、あえてあそこで1体ずつ出せば、そうですね、削れてたかもしれないですね。そうですね。3コスにロケット撃ってくれるロワイヤルして、そうです、僕ジャイアントまたターゲット取ってる間にまたディガーやって、したら僕はもう何もできなかったっすね。しょっぱらね、建物とスペルで削ったんで2回目は違う、やっぱ戦法じゃないとっていう。ああなるほどな。確かに。でも小屋があるのババ小屋だけなんですね。そうです、ババ小屋でちょっとターゲット取りさせて、もう迫撃とババ小屋の防衛で、あとはスケフリで攻めて、うまいな。いやーなんなんすか、ダンスデッキ組うまくないですかマジで。いや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 、なんなんすか、すごいっすよね本当に。こんなデッキ組まないっすよ。いやでもなんかそのさ、例えばこう、これやられたら嫌だろうとか、はい、防衛の役割はこれぐらい入れてみたいな、あ、はい、まあ、そのが、まあまあまあ、いや違うんです、多分できてるんです頭の中で。天才なんですよ。いやこれはマジで天才。いや違う違う、これだってさすがに冗談です。変態デッキ使える人全員天才って言いますよ、でも言ったら。いやなんかその何でも使えるじゃないですけど、適当にぶち込んだだけです。いやそれがやばいんだから。それがやばい。いや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 、この動画彼女見てニヤニヤして、して彼女と一緒に見てこの動画、してない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 、してない。羨ましいな。ひょうけさんも作りましょう。確かに、頑張ります。頑張ります。ということで、本日コラボさせていただいたひょうけさんのチャンネルリンクちゃんと概要欄に、ね、貼っておくので、ぜひチャンネル登録してない方はしてください。 あとね、ひょうけさんの方でもコラボ動画が結構上がるんで。なんで今彼女の話出したかっていうと、彼女が出てきました僕の動画に。理由ですね、キョキョさんチャンネルデビューしました。あーです、あーです、逆にあるぞ本当に。一緒に見てください。ぜひそちらも見てください。ということで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。